どうも、江戸豆です。今回はビートボクサーたちがさらっと使ってるあの名のない技を紹介していこうと思います。まあ、過去にもね、やってるシリーズなんですけども、今回紹介する音は、これです。まあ、この音はね、もう本当にね、もうみんなよく使ってるよね。そのビートの合間間にもうシリッと入っちゃってるあれなんだけど、やり方どうやってやるのっていうところだよね。この技は要素が2つあります。で、1つはハイハットピシッと、もう1つはフィルターを細かく切ったバージョン、これを合わせるの。まあ、フィルターってね、空気を吐き出しながらやる技なんだけど、両方を膨らませる派と片方を膨らませる派で分かれると思うんだけど、これに関しては片方を膨らませ派の方がやりやすいかなと思います。でね、これどういう時に使うのっていう、さっき言葉で説明したんだけど、結構ね、無意識の時に出やすいので、感覚的に、ね、入れる場所っていうのを覚えていくのが一番いいかなと思います。ちょっと今のはね、場所結構癖強かったかもしれないけど、本当はね、もっと自然な位置に入るんだけどね、まあ、てな感じで使っていただければなと思います。今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。